なかったところに物を補うっていうようなものになるんですが、これも生鮮塗りつぼしていただいて、オレンジジュースがスプラッシュしてるって入れると、すごいな。広告業界におけるこの画像ですね、クリエイティブの制作においては、うん、もうゲームルール自体が根本から変わっていくんじゃないかなという、うん、これ人物全部あのストック素材じゃなくて、あのこの生成で作ってるというところとですね、ネーミングの法則がこの法則、こういうテクニックを使えみたいな素敵愛の根底から覆る、これマジでありますよね。この AI との壁打ち最高ですね。今回も始まりました、見せるアカデミー、学長のカズレーザーでございます。助手の金井飛鳥です。今回はシリーズ6回目の最終回となっております。学長、これまでいろいろ学んでまいりましたが、いかがでしたか？やっぱりフォトショップとかアドビのソフトがそんな難しくないっていう、はいはい、本当に良くない偏見が取れてよかったですねそれは良かったです、本当に毎回発見ありましたよね。はい、そうなんです。さあ、今回どういうことをやるんでしょう？はい、最終回のテーマはですね、人類総クリエイター時代到来、ビジネスパーソンこそ生成 AI を味方につけるべき理由となっております。ほう、はい、で、これまでも見せるアカデミーでは、生成 AI について取り上げてはきたんですけれども、何度かやりましたよね。そうなんです、やっぱりでも視聴者の皆さんからの関心がすごく高いトピックということで、今回もピックアップをさせていただいております。さらに直近アドビさんの生成 AI にまつわる大型のアップデートもあったというところで、ちょっと改めて今回は生成 AI を使ってどれだけのことが今できるようになっているのか、その生成 AI の今ということを学んでいきたいというふうに思っております。なるほど。改めてですけれども、学長は生成 AI どんなイメージ持たれてますか？触って面白いけど、まだなんか形にはできてないですね。あ、なるほど。日常でというか、そのちょっと遊びで使ってみるみたいな。まだ生成 AI じゃないとできないことが自分の中でないので、はいはいはい、まだ遊びの延長ぐらいな感じですね。ちょっと画像を作ってみようかなみたいな。そうか、チャット系のやつ使ってみたりとか、はい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 、一人でブレストの代わりとかになりそうでなってないというか、まだ使い方がうまくいってないですね。はい、そんな生成 AI なんですけれども、ビジネスシーンでも活用できる場面が実はたくさんあるんじゃないかというところで、早速今回学んでいきたいというふうに思います、それでは今日お越しいただいている皆さんをご紹介させていただきます。まずは元テレビ朝日アナウンサーで現在令和トラベル執行役員の大木祐樹さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。大木さんは今回3回目のご出演ということになっているんですけども、見せるアカデミーの1回目でもフォトショップの生成塗りつぶし機能を体験していただいたんですけれども、結構イメージとか使い方変わりました？いや、変わりました。ちょっと正直私あまりこういったジャンル得意じゃないので、私に使いこなせるものではないって思ってたんですが、旅行会社なので、写真の中の空の色とかものすごくやっぱり重要なんですよね。確かに。いやー、あれ衝撃でしたよね。空の色が変わるっていうイメージ全然変わりますもんねこういったところでうまく使えると時間短縮とかより効果的なものを作れるんだっていうのを実感したというのが前回一番の発見でした、はい、今日もよろしくお願いいたします。では続きまして、 RE データサイエンス株式会社代表取締役社長の高田裕也さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。弊社はですね、 AI や統計学といった、いわゆるデータサイエンスに関する企画であるとか、開発の支援を行っている会社なんですけれども、個人としてはですね、大学にも所属して、平日の夜とか土日はデータサイエンスに関する、研究も行っているというような形です。研究、どんな研究されるんですか？例えばなんですけれども、政府から出ている経済統計とかって、なかなかこう出るタイミングが遅かったりするんですけれども、企業が持っているトランザクションデータっていうのはもう迅速に出せる、であればそのデータを組み合わせてあげれば、より早く政府の統計なんかも早く出せるんじゃないかみたいな研究が出たりします。もう個々の企業が出しているデータをガッと集めて、政府より先に計算しちゃうっていう形なんですか？そうですね、政府のデータも使いつつ予測してあげるっていうような形になります。なるほど。そうですね、ぜひ高田さんにはそのあたりのこうビジネスにおける AI の活用の最先端というところにも精通されているというところで、今後の展望も含めて今日お聞きしていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。はい、そして最後にアドビ株式会社マーケティング本部本部長清水仁さんです。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、清水さんにはミセルアカデミー第2回にもご登場いただきまして、はい、アドビの生成 AI ツールであるアドビファイアフライについてもご紹介いただいたんですけれども、ファイアフライが9月13日にいよいよ一般提供開始ということで、ベータ版が外れまして、はいはい、もうすでにいろんな会社とか個人さんにお使いをいただいておりますので、まあ、今日そのあたりの事例も交えながら、その可能性をちょっとお話しさせていただければなというふうに思っております。はい、では早速最初のテーマのビジネスパーソンこそ生成 AI を武器にしようというところ、ぜひお話伺っていければというふうに思ってるんですけども、まあ、清水さん、今年に入ってやっぱり一気に生成 AI の話題って増えたと思ってるんですけども、このあたりいかがでしょうか。そうですね、本当に増えてきたなと私自身も感じておりまして、例えば検索数でいうと、去年のだいたい4倍ぐらいですね。でソーシャルでのつぶやきみたいなのを見ても去年の今頃の5倍ぐらいまで増えてるってことがありまして、話題として非常に伸びてるというふうに感じています。はい、で、ちょっと少し今日データもご用意してるんですけれども、はい、生成 AI って、そもそもが AI がマーケットになるので、じゃあ AI が市場として日本で伸びているかどうかというところで、ちょっとデータがありましたので、はい、ご紹介させていただければと思うんですが、こちら IDC ジャパンさんがお出しされている、国内の生成 AI に限らず、AI システム市場全般の市場規模 のデータということになるんですが、2022年にはだいたい3900億円ぐらいまで、到達をしているということで、ご覧いただく通り予測としては、これからもずっと、特に 20% 以上ぐらいで向こう5年ぐらいは伸び続けるということが予想されているので、これがもう伸びていくんだろうなというふうに、私自身も捉えているというところです。そのあたりぜひ高田さんにもお伺いしたいんですけれども、市場は伸びていくと、そしてその生成 AI 自体もこれからさらにもっと進化していくものなのか、そのあたりいかがですか。そうですね、エンドユーザーまで、商品が至ると、AI の技術が実際に商品としてみんなに使ってもらえるというところまでの、この穴を埋めていく周辺技術っていうのが、ここ向こう 1,2 年で一気に加速していくんじゃないかなというふうに思ってますね。その市場も伸びていくし、こう使える周辺技術みたいなところも増えていくっていう中で、今回のテーマであるそのビジネスパーソンの活用っていうところ、こちらは清水さん現状いかがでしょうか。そうですね、生成 AI 本当に私自身の周りを見てみても、いろんな形で使われ始めてるなっていうところがすごい実感として持っているところです。で、ただじゃあそれがもうみんなもう 100% の人が使ってるかというとそうでもないかなというふうに思ってまして、で特に我々がご提供しているような生成 AI の中でも画像生成 AI みたいなジャンルの分野というのは、わりかしそのビジネスシーンでまだ利用躊躇されて触ったことないよという方も多くていらっしゃるかなというふうには感じていますね。なぜそこ の利用っていうか進んでいないのかだったりとか、なかなかまだ浸透していない背景みたいなところって何かこうお示しいただけるものとかって。そうですね、我々画像生成 AI、ある種クリエイティブの領域で使われるような、生成 AI ということになるんですが、そもそもじゃあ日本ってクリエイティビティっていう観点だとどういう国なのかっていう、ちょっとその数字があるので、お示ししたいなというふうに思ってるんですが、実は日本人の中で自分自身をクリエイティブであるというふうに認識している方の割合って 40% というふうに言われてるんですね。実はもう一つ数字がありまして、次の数字 16% という数字なんですが、こちらはクリエイティブであることは自分にとって難しいことじゃないよというふうに認識されている日本人の割合、自信がある割合ってことですね。そうです、おっしゃる通りです。なので逆に言うと 84% の日本人の方というのはクリエイティブちょっと自信ないよ、難しいと思ってるよっていう、こういったデータがあります。でこの2つの数字、それだけだとなかなかこう日本がどういう国か捉えがたいかなっていうところもありますので、ちょっとこの今の数字他の国と比べてみたデータもあるのでご覧いただければと思うんですが、実は先ほどの40、16それぞれ他の国と比べて一番低いっていう、そういった調査結果になってるんですね。例えば一つ目の方のクリエイティブであるというふうに認識している人 40% というのは、1位ブラジル 77% を筆頭に他の国結構高い、で最後だいぶ差が空いて日本 40% みたいなところになっていて、二つ目の方のクリエイティブであることは難しいことじゃない、自信があるという 16% に関しても、日本より一つ上の韓国でさえ 28% ぐらいという中で、割と圧倒的に日本が低いという、そういった
状況になってまして、まあ、日本はなかなかそのクリエイティブの発展というところが、まあ、少しチャレンジというのもあるかなというところがこの数字からは言えるかなというふうに思ってます。むしろ日本人の 40% がクリエイティブであると思っているんだというのは私の感覚ではむしろ割と高いな。私はどちらかというと 60% 側の人間なので、はい、もっと仲間がいると思ったというか、まあ、もしかしてでもブラジルとか見ちゃうとこの日本の低さっていうのは際立ってますよね。そうですね、ラテン国家は高いですね。高いですよね。いいですね。ブラジルスペインサッカーの強さと比例します。確かにそうですね、うんうんうん、はい、というような、まあ、日本×クリエイティブとこういうような状況ではあるんですが、じゃあそんな中でそもそも生成 AI それ自体に対しては日本人はどれぐらいの方がポジティブな気持ちを寄せているか、ご覧いただくと左側が、アメリカで、これはポジティブに関連しても 46%、はい、で対して右側の日本は、まあ、75% ぐらいがポジティブに捉えているということで、まあ、意外というとあれなんですが、あの生成 AI に対する期待感みたいなのは、まあ、比較的他の国に比べて高い可能性はあるなというふうに思っています。アメリカ自分には無関係がめっちゃ多いですね。そうですね、本当ですね。そこ意外ですね。これも弊社でやってる調査なので、こう何と申し上げづらいところあるんですが、この選択肢のなんだっていうのはあって、悪の権限っていうのありますからね。迷惑不要悪の権限、まあ、日本人こういう選択肢選ばないと思うので、それもあるかな。無関係ってすごいですね、うん、そうですね、アメリカの無関係が結構3分の1ぐらいいるとも意外かもしれないですね、はい、じゃあクリエイティビティにはコンプレックスを抱きつつも生成 AI には結構ポジティブっていう、うんうん、そうですね、でそこがちょっと面白いなと思って、自分の弱点を補完してくれそうっていう考え方、うん、そうですね、まあ、じゃあ具体的に生成 AI をこうビジネスでこう活用していくっていう中でどんな使い方が実際されているのか、そのあたり清水さんいかがですか。はい、まあ、生成 AI の種類によっても変わってくるかなと思うんですが、弊社がご提供しているような画像生成 AI の分野で申し上げますと、はい、例えば、まあ、プレゼンテーションをする時の資料として、まあ、画像をこう引き伸ばしたりだとか新しく画像を作ったりするっていう使われ方ですとか、うんうん、あとはまあ類してまあバナー広告で使われるとかウェブサイトで使われるとか、あるいはまあ学校の教職の方であれば、まあ、学生の方に配られるプリントでこう使われていたりですとか、まあ、ある種一万円的なものを作るっていうことに加えて、まあ、例えばプロトタイプの開発ですとか、いわゆるアイディエーションみたいな領域で、あ、こういうの作りたいんだけどっていう頭の中のイメージを、まさにここに落として人に共有をして、でそれを叩き台にしながらこうものを作っていくみたいな、そういった使われ方も多いのかなというふうに捉えてますね。そこ結構いろいろ発展性ありそうですよね。そうですね、なんかまさにまあ、元々はデザイナーの方だけがやっていたそういう頭の中のイメージを落とし込むみたいな作業も、そうじゃない一般のビジネスパーソンの方もできるようになったことで、よりこうデザイナーさんの方との、まあ、スムーズな協業ができたりですとか、そういったメリットあるのかもしれないですね。高田さん、このあたり何かこう現場で進んでいる活用の事例などありますか。インターネットの広告代理店さんである株式会社オプトと、まあ、弊社がですね、共同で、ディスプレイの広告ですね、画像広告の効果ですね、どれぐらいクリックされるかっていう、あれを予測する AI を開発してるんですけれども、まあ、そちらと、まあ、今回のこの Adobe Firefly を合わせて使うみたいなことも考えておりまして、まあ、後ほど詳細にも触れるんですけれども、広告業界におけるこの画像ですね、クリエイティブの制作においては、もうゲームルール自体がもう根本から変わっていくんじゃないかなというふうに本気で思っております。今までその広告いろいろクリエイターの人がいろいろ経験値として持ってた何とかの法則みたいなとかが全然違うのを生み出せるようになるわけじゃないですか、これから。はいはいはい、しかもそれを予測からすぐに確認できるわけですよね。おっしゃる通りです。今までその なかなかキャリア積んでた人うかうかしてらんないですよね。そういう状況に本当になるとなりますよね。はい、そうですよね。タイトルはこうした方がいいみたいな、思ってたのが実は AI に、はい、がやってみたら全然違うのが跳ねたみたいなこととか起きるわけですよね。はい、ネーミングの法則とかこの法則こういうテクニックを使えみたいな書籍山ほど売ってますよ。はい、コピーライツ大全みたいな、はいはい、ああいうの根底から覆る可能性マジでありますよね。本当におっしゃる。ありますよね、これは。でよくこの生成 AI とか AI っていう分野で言われるのが、こう NVIDIA の、ファン CEO が言っている、人間の仕事を奪うのは AI ではなくて、AI に精通をしている人間こそがそうじゃない人の仕事を奪うのだというようなことを言って、で私自身はそれにすごく共感をするんですけれども、やっぱりこれからは、まあ、どうやって AI とか生成 AI
AI をうまく使いこなしながら仕事とか未来を作っていくかというところが視点として問われていくんだろうなというふうに感じていますね、うんうん、使えるようになんなきゃいけないんですね使えるようになるのが理想ですけど、うん、使い方が分かってると使ってる人の気持ちが分かるから、うん、ある程度そうですね、そうですね、そこだからまず重要ですね。そうですね、置いてかれないようにしないと。だからこそどういうふうに使われているのかとか、他の方はどう使っているのかって、なんかそれをたくさん吸収をして使いこなし方を覚えるみたいなのが、まあ重要なのかもしれないですね。まあ、具体的にその Adobe Firefly、 その9月から商用利用可能になったということをお話しいただきましたが、どのようなツールなのか改めてご紹介いただけますか。Adobe の Firefly なんですが、今年の3月にからビエータ版としてはご提供していたものが、ビエータが外れて一般提供この9月から開始になるということになります。で、何ができるサービスなのかというところなんですが、はい、まあ、シンプルに、まあ、日本語をプロンプトとして入力をしていただくと、うん、まあ、どなたでも簡単に、まあ、ハイクオリティな、コンテンツをこう生み出していただくっていうことができる、まあ、そういったサービスになっています。で、ちょっと後ほどまたご紹介もするんですが、例えば、まあ、生成塗りつぶしと呼んでいる機能だと、そこ写真の中でなかった背景を補って新しく作ったりとか、はい、あとは写真の中でここにそれこそ亀を配置したいなというのが亀ってやると亀が出てきたりですとか、はい、こう頭の中のイメージとかやりたいことを、まあ、簡単にプロンプトテキストベースで作ることができるっていうのが大きなサービスの考え方になるかなと思っています。はい、どうですかね、その一番のいろいろ今生成 AI のこう画像生成みたいなサービスあると思うんですけど、一番の特徴っていうとどんなものを挙げられますか。そうですね、やはり一番の特徴というのは著作権の問題がクリアになっているので、うん、はい、商用利用していただけるっていう、ここの商用利用ができるというところが、本当にポイントかなというふうに思っています、うん、結構本当にその権利関係が大丈夫かというのが画像に関しては、うんうん、ちょっと不明瞭な部分が今まであったので、うん、まあ、テキストだったら割と躊躇なく手を出せるところが、画像に関して躊躇してしまうのはそのポイント大きいと思うんですよね、うん、そうですね、まさに。で、結構そこが特に画像生成 AI をめぐる論点ではあったんですが、うん、まあ、我々のサービスはその開発思想とか、まあ、そのスキームというところからその問題をクリアしているので、商用利用ができる、だからこそいろんな方にビジネスも使いいただける、だからこそ本当にクリエイティビティの民主化が実現していくのがもうまさに今年からなんじゃないかというふうに考えています、うん、ちょっとユーザーさんが使ってくださって X に投稿してくださった、そういうものがありますので、まあ、そもそもそのファイヤーフライの作品の塗りつぶしが何ができるかというと、はいはい、例えばこれ玉健さんというユーザーさんが投稿してくださっているものになるんですが、横長の写真画像だったというところを、スタートはもう横長だったんですね。そうなんです。で、この横長の画像を縦にして、何も入れないですね、プロンプト。だからそうなんです。まさに上と下が補足されて、で、意外とこういう人物の写真って引きすぎるとか、うん、この上のところがあったらみんな並んでる感じにイベントとかで使えるのにゃっていうことが多かったりすると思うんですけれども、まさにそういったところでこの縦補ったり横補ったりっていうことをご活用いただいている例があったりします。はい。で、2つ目のこちらのケースに関しましては、まあ、なかったところに物を補うっていうようなものになるんですが、これも生成塗りつぶしをしていただいて、まあ、今もう日本語でも対応してるんですが、オレンジジュースがスプラッシュしてるって入れると、すごいな、スプラッシュされたりとかで、オレンジジュースをですね、次はオレンジジュースを継いでいるっていうようなものを入れていただきますと、まあ、ご想像の通りこう継がれていると。で、まあ、同様に次カットされたオレンジということなんですが、これで入れていただくと、まあ、出てくるということで、頭の中のイメージを本当にこう入れるだけで作り出すことができるっていうところが、割とこの画像生成の革新性かなと思ってます、うん、はい。で、今はこれは日本語でも お使いいただけるので、はい、ポイントかな。で、最後3つ目なんですけれども、これも面白い使っていただき方だなと思ったんですが、2枚の画像をつなげたいということで、はい、左と右、おそらく左は夏か春、右は秋かなと思うんですが、これをちゃんとつなげるのって今まで人がやろうと結構大変だったんですね、うん、画像で。これ生成塗りつぶし、これ今度何も入れずのパターンで生成をするとつながる、自然つながるっていうのがありまして、なので、まあ、実はこういうのって我々も想像していなかった使われ方ではあるんですが、もうユーザーの方いろんな形で試していただいて、驚きのあるようなこういうユースケースを作っていただいて、いやー、カズさんどうでした、これ。これすごいですね、はい。だからもうみんな頭の中でやってみたいことが
どんな人でも1個2個あるから、うんうん、それを形にしちゃえばそれが新しいなんか種になってっていうことが生まれるから、うんうんうん、どんどん加速していきますねこれ。まさにそうですね。あの本当にもういろんな使い方がアイデア次第でどんな使い方もできるかなと思っているので、うん、まず遊ぶところから、特にファイブラインに関しては無料でご提供もしてますので、うん、遊ぶところから始めていただけるといいのかなと。そうです、なんか発想を変えなきゃなって思いました。あのオレンジジュース の、 あの写真を見てなんかああしたかったら違う画像探しに行っちゃうんですよね私だったら。 そうですね、そこを実は、はい、あ変えられるよ作れちゃうよっていうなんかマインドをなんかインストールしないといけないなと思いました。その時にじゃあ生成 AI の作業はこっちで、それ以降の制作活動はこっちみたいな、要は一つの創作をするにあたっても生成 AI だけだとやっぱ完結しないんですよね、うんうんうん、生成 AI で何かベースを作ってそこから人間として手を加えてそれで初めて創作が完了するという時に、うん、生成 AI はこっち、次の工程はこっちみたいな、ある種アプリケーションとかツールをまたいでしまうと、うんうん、結局めんどくさくて、うんうん、なかなか使われる生成 AI にならないというところがあるかなと思ってます。その点あの弊社は、まあ、Photoshop だったりだとかイラストレーターとかアドビエクスプレスであるとか、そういった既存のツールの機能としてビルトインされているので、うんまあ、一つの作業の中で一貫してあの取り組みいただけると。あの他社さんのサービスという言い方するとあれなんですが、世の中のサービスとしては、まあ、生成 AI ではこちら一回ダウンロードして画像素材を作って、うん、でそれをまたこっちのサービスに読み込んでっていうような作業もあるんですけれども、はいはい、そのダウンロード作業めちゃくちゃたくさんしてます。そうですよね。パソコンのデスクトップとかもダウンロードしたものがバーってなりがちなの で、 で、ね、非常にありがたいですね、はい、今はすごく面白い事例も見せていただいたんですけれども、うん、ちょっとまだまだビジネス活用あの、うん、ハードルが高いんじゃないかっていうところ、どういうふうに Adobe Firefly で乗り越えていけるのか、ぜひ清水さん伺ってもいいですか。はい、何を学習対象にしているのかっていうのがブラックボックスだったりとか、やっぱりそれって誰のための、うん、なんだろう生成 AI なんだろうっていうところになってくると思うんですよね、まあ、それでやっぱりあの利益をこう害している方いらっしゃるんじゃないかなと思ってまして、まあ、やっぱりそんな中であの Firefly に関してはあのまあクリーンなデータを学習対象にしているので、結果的に商用利用もしていただけますし、あのまあご活用いただけると、まあ、それがまあ我々 Adobe が志して非常に重要しているまあコンセプトだったり価値観ということになっています。あの広告っていうものの特性上っていうんですかね、まあ、あのそれがどんなに消費者にこう刺さる広告を作ったとしても、まあ、著作権問題なんかで少しなんていうか議論のテーブルに上がるっていうんですかね、うんうんうん、もう訴えられるまでいかなくてもちょっとテーブルに上がってしまっただけで、まあ、それはもう広告主のブランドイメージを傷つけてしまうので、うん、もうアウトになってしまうという、はい、企業としてはそのちょっとのリスクだけでもやっぱり躊躇しますもんね、おっしゃる通りで、ね、うん、なのでその点 Adobe Firefly が、まあ、今回そこをクリアしているということで、うん、我々もそこを使わせていただいているという感じです。うん、はい、ただその具体的にその権利が守られてますよってどういうことを指してるんだろうっていまいちイメージは聞ききってないところもあるんですけど、うんうん、清水さんそのあたりいかがですか。まあ、なぜ、我々 の、 あの作っているものがあのクリーンかっていうところなんですが、その学習対象にしている、データが、まあ、クリーンなデータだからということなんですね。で、はいはい、じゃ学習対象にしているデータがクリーンどういうことなのっていうところなんですが、うんうん、まあ、主にまあ大きく3つぐらいあるかなと思ってまして、一つは弊社がご提供しているストックサービスの Adobe ストックっていうものがあるんですけども、はい、そこに画像とか、まあ、動画とかバーっていろいろなコンテンツが格納されているんですが、著作権がクリアになっているものが格納されていて、で一つこれが学習対象になっています。であとはオープンライセンスの画像でしたりだとか、もう著作権がすでに失効しているよっていうパブリックドメインの画像、まあ、こういったものをトレーニングの対象にしているので、まあ、第三者の権利を侵害するような形での学習を行っていないから、あの適切なアウトプットが行われているということになっています。学習対象にさせていただいている Adobe Stock の、まあ、各クリエイターさんに提供いただいている画像とかのデータで、ここに提供いただいているクリエイターさんには、あの学習させていただいてますありがとうございますという形で、まあ、ある種お金というかあの報酬をお支払いするっていう形で、まあ、そもそも一緒にクリエイターと作っているものだということで報酬の還元をさせていただいています、はい、であとは生成 AI をめぐるところの問題として、生成 AI で作られたのか人間の手によって作られたのかわからないっていうその透明性の課題もあるんですが、はい、Firefly で作ったものに関しては生成 AI で作られたものですよっていう、ある種透かしみたいなものが入るようになっているので、うんうん、まあ、そういった点をもってしても、まあ、クリエイターさんのクリエイティビティを、まあ、毀損しないという、まあ、そういった設計層があります。うん、はい、
でですね、ちょっと実際に、まあ、その結果どういうような、まあ、生成がなされるのかというのをご覧いただければと思ってるんですが、はい、今画面に2つの画像が映ってるんですが、左側ですね、これ何をプロンプトとして入れたかというと、マッシュルームが好きなスーパーマリオっていうふうに、まあ、入れてるんですね、はい、で、これが学習対象がクリーンでない場合には、うん、まあ、例の某キャラクターが、はい、まあ、そのままマッシュルーム好きな、まあ、マリオが出てくるということなんですが、はい、まあ、我々のデータというのは、まあ、著作権に配慮してそれを学習対象にしていない結果、うん、某キャラクターが表示されないと。で、一方で右側の方をご覧いただいて、はい、これ、まあ、ちょっと分かりにくいんですけれど、何かというと三ノ瀬のタウンホールで開かれている全社集会に参加している人たちみたいな、うん、はいはい、ちょっと、まあ、マニアックなプロンプトなんですが、はい、これ何が優れているかというと、画像をご覧いただくと実は人種とか年齢とか性別とか、まあ、そういったところが、まあ、ある種バリエーションが取られている、まあ、そういった画像が生成されています。で、これはまあ Adobe としての設計思想として、まあ、そういう倫理的な、まあ、要素も、しっかりこう、なんだろう、考慮した上で生成されるというふうにしたいという開発の思いから、まあ、こういった形のアウトプットがなされるように。で、まあ、こういった観点を持って、例えばこれ同じプロンプトを入れた時にある種偏った人種だったりだとか性別のものが吐き出されてしまうと、やっぱりまあ炎上リスクといいますか、やっぱり倫理的にリスクがあるので、まあ、そのあたりも配慮されているというのがまあ特徴かなと。これすごく助かりますね、うんうん、特に作品としてもう公に提出する前段階とかのやつが流出した時に結構炎上リスクあるじゃないですか。そうですね、おっしゃる通り。どういう状況になってるのか、どういう話し合いでこれが生まれたのかとかが後から証明できないんで、うん、はい、最初からそれが配慮されてるのはすごい助かりますね、うんうん、そうですよね、うんうん、意図しない形でこう炎上してしまうっていうのが一番辛いですもんね、うん、そうですね、はい、おっしゃる通りかと思います、うんうん、はい、実はこの6月にですね、弊社の Firefly を使って生成したもので、まあ、知財トラブルが起こった場合には、うん、Adobe が、その全額保証しますよという、こういうアナウンスをグローバルさせていただいたんですね。で、こちらに映ってるのがそれになるんですが、で、そうしたところを、まあ、手前味噌なんですが、弊社の株価もかなりそのタイミングからグッと上がったというところがありまして、で、まあ、何が言いたいかというと、やっぱりそれぐらいこの著作権に配慮された画像生成 AI というのが、まあ、求められていて、まあ、その期待が、まあ、こういったところにも表れてきているのかなというふうに我々として感じました。いや、大木さんはその企業側として実際こう使う立場だと思うんですけれども、こういったお話聞いていかがですか？いや、ものすごくこう重要な部分で、企業としてやる場合はもう炎上リスク、これが本当に怖い、担当者にとって特にここがクリアになっているというところと、広告のところとかを考えた時に、まあ、失敗できない分野なので、こうすごくこう心強いなっていうような感覚はありますね。そうですよね。そして高田さんは番組冒頭でもご紹介いただきましたが、はい、まあ、その効果予測 AI を Adobe Firefly と組み合わせてこうサービスを開発されているということなんですか、はい、ちょっと具体的にどういうことかご説明いただけますか？はい、まあ、簡単に言うと、まあ、複数のクリエイティブ画像があったらそれをポンとこう入れていただくと、どれが一番クリックされやすいかというようなことを順位を教えてくれるような選ぶためのツールになってますと、はいはいはい、で、一方で Adobe Firefly については、まあ、今まで説明あった通り作るためのツールだと思うんですよね、はい、これは多くのクリエイティブを、まあ、たくさんのバリエーションを少ない労力で作れるってことだと思うんですけれども、うんうん、なのでこれからの時代はですね、少ない労力でたくさんのバリエーションを、うんうん、まあ、AI で作って、うん、でそこから AI で良いものだけに絞り込んであげるという、うん、こういう、まあ、全く新しい制作フローっていうのが、まあ、できるようになるというような形で、まだ商用利用ができないところからちょっと企画をしておりましたもので、うん、はいはい、一旦はこのコンテストという形で実施させていただいたんですけれども、まあ、Adobe Firefly かける効果予測 AI と書いておりますが、最初にですね、ステップ1として、まあ、各チームに、まあ、お題を与えまして、はい、まあ、例えば化粧品の広告を作ってくださいみたいなお題ですね、うん、でこれに対して、まあ、どんな広告を作ろうかというのを、まあ、最初は人間同士でディスカッションしていただくというところからスタートしまして、でこのステップ2がですね、まあ、ミソというか、まあ、今回のポイントなんですけれども、
Adobe Firefly ですね、をまず使っていただいて、まあ、その広告を複数、ね、はい、短時間で作っていただくと、うんうん、でその下にあの OpenCTR プレディクターというふうに記載あると思うんですけど、これが我々が開発している公開予測 AI でして、はい、まあ、これに突っ込んでいただくと、まあ、どれがいいかという順位が出ますと、うんうん、あ、これが一番いいんだなと、で逆にこれ一番ダメだなとなった時に、じゃあこの一番いいのはこういう要素が入ってるから、もう少しここでバリエーション出してみようかっていうところで、うん、もう一回 Adobe や Firefly で複数のバリエーションをこう出してもらうっていう、壁打ちができてる、壁打ちが勝手に一人 PDCA みたいなことができる、一人壁打ちができるという感じなんですけど、なかなかそのアルゴリズムの説明は難しいと思うんですけど、はい、そのユーザーとか市場の反応をどうやって OCP はこの再現するんですか。あ、そうですね、過去の、はい、まあ入力するデータは画像そのものだったりとか、その画像のメタ情報と言われるような、まあ、いつどういう形で配信する、どういうターゲットで配信するかっていうようなものだったり、まあ、そのテキスト、画像の中にテキスト、訴求テキストが入っていると思うんですけれども、それを読み取って、でそれが過去の傾向から見た時にどれぐらいクリックされるかという情報を学習して返してあげるというところで順位が出るような形になります。はい、最後ステップ3としては、あの各チームごとにですね、うん、まあ、その壁打ちをして、最終的に出来上がった一番いいクリエイティブをまあ提出していただいて、うん、で最後もこの公開予測 AI で、まあ、どのチームが一番良いのかというところで優勝者を決めるみたいな。うん、面白い。まず驚きだったのが、はい、その制作の枚数量の方なんですよね、はい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 、でこれもし生成 AI 今回 Adobe Firefly を使わなかった場合、同じ人数、うん、同じ時間でどれぐらいできるかというと、まあ、大体 3,4 枚が平均的で、まあ、多いチームでも、まあ、2桁はいかないだろうっていう見立てだったんですけれども、うん、まあ、制限時間どれぐらいでしたっけ。制限時間は3時間 ×2 という形なんですけれども、うんうん、はいはいはい、こちらがですね、今回 Firefly を使って作ったところ、一番多く作れたチームは130点。桁が違う。そうなんですよ、半数以上が100点以上、作ってるというような結果になりまして、でそうすると当然ながらそれだけ量を作ったんだったら、まあ、質は低いだろうというふうに思いがちなんですが、うん、というところでちょっと見ていただきまして、これ人物全部ストック素材じゃなくて、この生成で作ってるというところですね。じゃあ実在しない人たちもち、あ、そうですね、はい、うん、実在しない人たちだと化粧品の効果かどうか分かんないじゃないですか。あ、それがすごい。ちょっとここを一個正し書きが必要になってきますよ。難しい。そこ詰められるとなかなかコンテストってことですね。はい、であとはなんていうか植物っていうんですかね、とかも全て生成 AI でできてるというのと、あと左上の画像なんかですね、女性が水しぶきみたいなところをこう水しぶきがこう当たってるようなイメージだと思うんですけれども、写真撮んのめんどくさいでしょ。おっしゃるとおり、もうちょっと先に言われてしまったんですけど、これはやばいですよね。、はい、これ仮にモデルさん雇って本当に撮影してたとしても、もう難易度が高いものになるので、それをモデルさん雇わずにできてるというところなんで、この辺が本当に驚いたなと。大木さんいかがです。いや、もうまさにうちのキャンペーンのメイン画像とか、うん、デザイナーさんが本当 3,4 枚ですよね、はい、候補を上げてきて、はい、どれがいいと思いますって言って、うち風通しがいい会社なんですが、それでも一番トップ意見言うのをみんなちょっと待つんですよ。でなんとなく2番がいいかなとかって言うと、みんな確かに2番っていう、なんかすごく曖昧でぼやっとしたこう基準でいい悪いを決めちゃっているなというのは、やっぱり人間がやってしまうとすごく実感としてあるので、この AI との壁打ち最高ですね。いや、どうですか清水さんもこの活用事例受けてどう思われました。そうですね、高田さんにこの事例お見せいただいた時本当にびっくりしまして、うん、まずその数が本当通常なら一桁のところ130みたいな、そんなに作れるんだって私たち自身も驚き、であとクオリティご覧いただいても、これがちゃんと普通のバナー広告として配信されてても全然遜色がなくて、やっぱりビジネスの中でお使いいただけるんだなってことを本当に強く感じたんですね。なのでもうこういうことがあるし、一般的にワークフローとして一般的になってくるかなとも思いましたし、それがもっと広がっていけばいいなというふうにこの事例から学ばせていただきましたね。はい、そうですね。いや、高田さん今回はそのイベントっていうことだったんですけれども、はい、今後は一般的にもこういったことがどんどん可能になっていくんでしょうか。そうですね、まさにこの10月下旬から11月ぐらいをめどにローンチ、この商品をローンチできればと思っておりまして、まあオープンっていう名前、オープン CTR プレディクターという名前なんですけれども、そのオープンっていうところに込めている
こととしましては、株式会社オプトの広告代理店としてのお客さん以外の方でも、うん、誰でもこう自由に使っていただけるような形で、しかも少なくとも初めは無料で提供しますので、広告を出稿する必要のある方々は広告主様自身であれ、まあ、代理店さんであれ、誰でもこう自由に先ほどの新しいクリエイティブの制作フローで作っていただけるというような形になります。うん、いやいいですね。吉水さん、他にもこういった事例ってあったりするものなんでしょうか？そうですね、はい、ちょっとご用意してるのをご覧いただきますと、この10月の19日20日でアドテック東京という、まあ、国内の、はい、大規模なマーケティングカンファレンスで開かれるんですが、そこと一緒に取り組みをさせていただいているのが、いわゆるイベントの、セッションの画像ですねとか、あとは当日まであと何日みたいなカウントダウンの画像、その中でうまくファイアフライを使ってバナーを作っていただくというのをお取り組みをいただいている事例があります。はい、でこれ実は右側の部分がまさにアドビファイアフライで生成をしたものを組み込んでるんですけれども、全てセッションのテーマとか、あるいは説明文とか、そういったものを元にしながら作っているというバナーになります。はい、でお伺いしているのが、セッションの数ってもう数十ってあるんですね。なのでこれまではただテンプレートに、ある種タイトルと出演者の方の情報だけ載せている、全部画一的なものが一般的だったんですが、ファイフライを使いいただくことでちゃんと一つ一つのセッションごとに個性が出るような、こういったものを使っていただけるということで、非常にこう喜んで お使いいただいているというか、それも我々もとても驚き楽しいですね。そうですね、ぜひちょっとそこと合わせてちょっと今後 の展望というか、どういうふうに広まっていくんだろうと清水さんのお考えあればぜひお伺いしたいです。はい、生成 AI とか AI って使える人が得をするみたいな、そういう世界というよりも、これからもしかしたら使えないと少しビハインドしてしまうっていうよう なんかそういうものになって可能性さえあるかなというふうに思っているので、我々としてはいろいろご支援をしていきたいなというふうに思っていますし、いろんな方にまず無料ですから遊んでいただくところからお試しいただきたいなというふうに思っていますね。はい、高田さんはいかがですか？そうですね、広い視点で見ると、先ほど大体2桁ぐらいしか作れなかったっていうのが130案っていう話を出したと思うんですけれども、生産性が10、20、30って上がっていくんではなくて、10、100、1000という形で、非連続に上がっていくっていうのが、まず起こること、確実に起こることだなと思っていますと。でそれを前提にした時に、AI によって根本的にその職種だったりとか、今までのお作法というのは変わっていくので、逆にこう今まで勉強してなくてラッキーぐらいの気持ちで新しくそこに取り組んでいくみたいな姿勢が必要なのかなっていうのが、ありましたというところとですね、頑張りどころみたいなところをずらして、今までも経験がある人はそれもちゃんと生かしてやっていくっていうような世界観になっていくのかなと。そうなんですね。何も持ってない人が持ってる人と戦える世界に確かになるんですけど、今までめっちゃ頑張ってた人は、もう人間っていう限界を超えることができるんですよ。普通に考えると。そしたら別にそれを参考にまたもう持ってなかった人は頑張っていくだけなんで、別にアホ天井なんで頑張りようあるんですよね。おっしゃる通り。もう全人類のレベルが上がっていくという。そうなんです。普通に今までリードできてた人って、他の人より才能があるわけだから、多分もうブーストかかったらもっとリードできるんですよね。そうですよね。大木さんいかがですか？私はクリエイティブには自信がない過半数の方の日本人なので、ここから例えばじゃあクリエイティブに必要な黄金比率がこうで、こういったものが美しかってっていう、技術やセンスを今から身につけるのは正直難しいかなと思うんです。今からセンスを磨くよりも操縦できる人間にならなきゃという、ちょっとこう焦りとやらなければなというような気持ちになりました。学長そのクリエイター側じゃないですか。なんかどういういやいやクリエイター我々クリエイターから一番遠いところにいますから。あ、本当ですか？でもなんかもう作品とかの一番川下のところで最後乗っかるだけの仕事ですから、いや、そんなことないと思いますが使ってもらう側なんですが、広告とかもうめちゃめちゃ影響ありますよ。でこうなってくると、どうやって広告とかと関わるかってなったら、もちろん自分が作り手になることっていう手もあるんですけど、今までだったらいろんなところに顔を出したりとか、こういう売れ方、知名度を上げるとか、いろんなやり方があったと思うんですけど、今日分かったのは、広告代理店とかよりも広告代理店にこの人が人気ですよっていうデータを提供してるAI 会社の株式買うのがいいんだろう。直接影響力を持って使ってもらうしかねえな。そこを狙っていくということですね。だからもう裏うまい具合にその AI 作ってる側の人と仲良くなって自分の評価を上げてもらうしかない。
はい、それしかないな。はい、ありがとうございます。では今回最終回となりましたミセルアカデミーですが、全6回にわたる番組の内容は YouTube ショートでも配信します。で、今回の内容の復習にもぜひお使いいただければと思います。またアドビ製品についてさらに知りたい方は概要欄の URL からサイトをご覧ください。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。